はざます。皆さんどうも、クッキーです。本日は、先日行われた、ミトノシティリーグにて、準優勝してきた、多分ね、フーパーというデッキを解説していきまーす。ま、ただ、先日と言っても、まあ、1ヶ月以上前なんですけど、まあ、そちらのね、解説をしていこうと思います。はい。で、こちらがデッキリストなんですけど、 まあなんと言ってもこのデッキの一番のポイントというのはやはり速攻というところですねあと打点がちょうどいい、まあ、この二つが肝になってくるんじゃないかなと思いますそれを踏まえた上で解説をしていきますまずですねタブンネっていうポケモンがヒアリングという特性で山札を1枚引けるバトル場にいるときにっていう効果なんですけど まあこれアメイジングジラーチの方が特性は強いんですね。でなんで多分ねにしたんですかみたいなお声もいただいたんですけど、まあ最初の理由は単純にジラーチ持ってなかった。うん。<laughs> ジラーチ持ってなかったから多分ねにしたんですけど、まあ多分ね使ってみていいところとしては、やはりレベルボールで持ってこれる最大 HP90 ですね。これが意外と強かった。どう生きたかというと、 具体的にインテレオンのクイックシューターを1回多く耐える。回収ネット込みで何回か耐えれるよっていうところは魅力の一つかなと思います。続きまして、フーパーですね。こちら1エネで90点。破格のコスパですよ。入れ替えるだけなんで、まあ、このデッキ入れ替え札結構多く採用しておりまして、まあ、それで入れ替えながら高校1ターン目とか序盤の早いタイミングからガツガツ殴っていくデッキとなります。で じゃあなんで今回フーパー使ったのかっていうと、やはりガラルファイヤー。こいつ強いですよね。特性で、自らエネ加速をして、なおかつ、殴りも強い。3エネで190。これ何がすごいかっていうと、フーパーとガラルファイヤーで90プラス190で280。つまりタックチームまで見れるんですね。これすごいいいなと思いまして。まあ今回ガラルファイヤーも採用したんですけど、まあ、メインアタッカーもう1枚おります。 それがこちら。闇ラミ V です。まあ下の技、マットネイルっていう技がですね、見えねで、効果力。これ強いですね。フーパーと合わせると大体の敵ワンパンですからね。まあ闇ラミでワンパンだから、実質ツーパンですね。なんで、その点は非常に優秀かなと思いますね。VMAX 相手には闇ラミフーパーで殴ってから闇ラミっていう感じですかね。 ま、基本的な動きはこんな感じなんですけど、まあ、使ってみた感想としては、まあ、改善点を上げるとするならば、ジグザグマはいらないですね。あと、レベルボールもいらないかな。その辺のカードを、例えばベンチバリアのミュウにするだとか、あと、ポケモン通信とかがあると、他のポケモン全部持ってこれるので、いいのかなと思います。というわけで。 ま、詳しいね、解説は概要欄にノートの記事のリンクを貼り付けておきますので、そちらからご覧ください。<laughs> 説明が雑になってしまって申し訳ない。まあ、そんな感じで、このタブンネフーパー強いと思うので、ぜひぜひ大会とかで使ってみてください。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。